マイケルおばちゃんです。 Vlogmas Day 8、 今日もお休みです。なんですが朝からダラダラして午後の1時になっちゃう。何してたんだろう。鍋の残り物を食べて、もう汗かいてゲップが止まらないぐらい食べ、動画を見てたのかな。いろいろな、ちょっと今日は実はうちのフロントポーチにもう一本のクリスマスツリーを飾っているんだけど、それの飾り方を動画で勉強してました。なんですけど今多分ね、先にしなくちゃいけないのがこの掃除です。会社の同僚からいただいた日本の浮世絵と額もいただいたの。これをですね、あと3枚額に入れなきゃいけないんだよ。全部額に入れました。なかなか素敵でしょ。これからこれをどこに飾るか探してきます。いい感じじゃないですか。もう一個はここにしました。玄関入ってすぐのところに一つ。なんで分けたかというと、4枚全部置くのはバランスをとって飾るのが難しかったので。あとここのエジプトの古い絵と、あの2つはコロンビアのものですけど、なんとなくしっくりくるなと思いました。どう？これがそのツリーです。これから飾り付けて少しだけでも豪華にしてみます。なんとなくできたと思うんだけど、どう？変？底上げに。ギフトアイディア、ここもすごいよ。ギフトアイディア、これでいくら？これで40ドル、うん、これで53。すごい行列だな。ここまで来た。というわけで今日はいろいろやりましたね。結構ね、これ今買ってきちゃった、これ今買ってきちゃった。ホームグッズで2つセットで 6.99 のちょうど買いです。もう一個はねもう一個はね、このパールっぽい、パールと
ビーズが施されたブリンも入っている。これがただキラキラしてる。でこれはつけたいかな、どこにつけていくのって話ですけど、 anyway、 そう衝動買いしちゃったって話です。よし、じゃあ次の動画まで、バイ。